今回紹介するのは、絶対貧困、世界リアル貧困学講義という本です。この本の著者は、長年にわたり世界各地のスラムで死ゆ、財を行い、レポートを発表している。ここ数年の貧困をキーワードにした、ブームに乗った軽薄な本とは一線を成している好著だ。著者の視線には、社会学者のレポートのような、 統計数字だけから論じる上からの冷たい目線はないかつ悲惨さを強調したいあまり貧困の表面だけを追った低レベルな突撃レポートでもないレポートの対象者の貧困度は日本ではおよそ考えられないようなレベルだ施しを受けるために手足を切断されたり 目をつぶされたたりする子供たち、売春婦になるように育てられる少女たち誘拐され戦場へと駆り出される少年たち幼い頃から貧困ビジネスの道具としてしか生きられない彼らの姿は痛々しいしかし幼い頃から貧困の中で生活し情報も知識も少ないことからか自分たちの生き方を 定感を持ってて受け入れているような彼らの姿が見えてくる著者の論調はあくまでも淡々としている実際にスラムの中に入り込み彼らと生活を共にしたレポートだが必要以上に惨めさを強調するわけではなく社会正義を掲げ先進国の支援を訴えるものでもない私は あくまで現状を伝えるあとは読者が判断してほしいというスタンスだしかしかえってそこに著者の貧困をなくしたいという強い意志が感じられた以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします